はい、アトラスラジオの時間がやってまいりました。だいぶ寒くなってきましたが、皆さん元気にしておりますか？この前、久々に猫目小僧を見ていました。13年前に実写化された猫目小僧なんですが、猫目小僧のベストバウトは、僕は妖怪百人会ね、あの小人率いる妖怪百人会との激闘ですね。水飲み入道とかですね、いろんな妖怪が出てくるんですけども、あの戦いはベストバウトだと。でその次に猫目小僧の名勝負というのは、肉玉との戦いも名勝負というふうに僕は取っております。水招きとの戦いも好きなんですけども、まあ肉玉の話は結構和風ゾンビのような感じがして好きでしたね。はい、まあたまには梅津和夫先生のね、梅津ワールドもね、昭和の風味があって素敵だなと思っております。はい、そんなこんなでですね、久々に梅津和夫の映画を見ておりました。他にですね、あといろいろやっておるんですが、たびたび地震の予知夢とかそういう情報を聞くとですね、アベンジャーズの地震の軽減部隊でサイキックアタックをして潰して回っております。で、まあ皆さんにも情報を開示してですね、地震が、まあ、大南が湘南になり海に流れていくというイメージを共有してもらってですね、明るい日本の未来が来るように祈ってもらっておるという作業をやっております。まあアベンジャーズの活動も、好評を、得ております。で、まあ光明さんに関して最近何も言わないのはなぜかという質問がありまして、まあちょっとこれも言っとかないといけないんですけども、まあ光明さんと僕はですね、今後別々の活動をしてきます。まあ別に喧嘩したとかそういうわけではないんですが、それぞれ目的は一緒でもちょっと手段が違うところがありましてですね、光明さんにもですね、確実に何か、神仏から降りておるのは間違いないし、彼の志は立派だと思います。ちょっと光明さんからも、いろいろ良い言葉をいただきまして、毎日弘法大師の予言が降りてるからね、電話連絡を山口さんの方からしてくれとか、土日はね、いろいろまず神事を一緒にやろうとかいう誘いを、大変ありがたいお誘いをいただいたんですが、まあいかんせん僕は仕事が仕事ですし、なかなか、そうスケジュールを空けることもできないし、今の仕事を放り出して、この神事にそう専念したらどうかというありがたい、お言葉を光明さんからもいただいたんですが、ちょっと社員とかですね、タレント、社員はスタッフは 5,6 人しかいませんけども、タレントは30人おりまして、でまたそれぞれの家族もの運命も僕が握っているところがあるので、背負っているところがありますので、自分の作家業を放り出してですね、神仏の活動には専念できないと。でまた違った形でちょっと目的を、それぞれ果たしていこうかなと僕は思っております。でこれは光明さんも言ってたんですが、それぞれが考え方が違ったら違うユニットを作って分かれていくのもそれはあるんじゃないかと、それも天の意思だろうねというふうに言ってましたので、ちょっともう僕からは連絡は取っていません。忙しいので山口さんの方から電話してくれという、大変ありがたいお言葉をいただいたんですが、ちょっとそういうことはできないということで、光明さんのこれからの活動にエールを送りたいなと思っております。で幕末の維新もですね、陸援隊と海援隊とかね、騎兵隊とか各地にいろんな活動隊
まあ、今風で言うとユニットというものができて大きな流れが生まれてきたというの で、まあ、実際僕の周り以外にもですね、あの大阪とか名古屋とかでね、いろんな人がいろんな活動をしております。もうその数は100人200人ね、もう数えきれないぐらいになっておりますので、みんなでですね、良い活動をしていって、この日本を良い方向に進めたらいいかなとね。で最終的に、明治維新ならぬ令和の霊的維新が終わったら、また笑顔で会える日が来ればいいかなと思っておりますので、まあぜひ彼の活動にエールを送りたいと思います。まあそんな感じですよね。で、あのアベンジャーズのチームとしてはですね、アーリンさん、チャラニさんで、ベロニカ・マユさん、ナナヨウさん、そしてレーシン君、超能力少年ハルヤ君で、あとカグヤさん、あとサイコメトラの渡辺亮さんで、そのあたりのメンバーで、まあ、当然近光さんですね、近光さんで、このあたりのメンバーを中心に、いろいろ、まあ、ミンミンさんとかね、あのいろんな人もいます、ワンダーさんとかね、そういったメンバーと一緒にやっていきたいなと僕は思っておりますので、まあ、当然隠れて名前を出してきてないメンバーもいますので、影のメンバーっていうか20人ぐらいいるんですが、それも含めていろいろ動いていきますので、今後とも変わりない応援をいただけたらありがたいかなと思っております。はい、それで、今回久々に映画表というものをやってみたいかなと思っております。はい、まあ、この前天気の子の映画表をやって以来なんで、まあ、久々だなと思ってるんですが、アナと雪の女王、まあ、パート2ということで、まあ、本日映画を見てきました。あの非常に面白い映画でしたね。まあ、前回ほどの感動はなかったんですが、まあ、クオリティは相変わらず高いなといった印象があります。で、まあ、このアナと雪の女王、アナ雪をですねオカルト的に解釈したらどうなるのというような趣旨で今日はお話していけたらなと思っております。で、アナと雪の女王、まあ、北欧神話をもとに、まあ、この映画が作られているわけですね。で、雪の女王っていうのはですね、あの確かに神話にあります。で、まあ、雪の世界に住んでいる美しい女性 でいろんなものを凍らしてしまう、まあ、日本風に言うとですね雪女ですよ。和風で言っちゃうと雪女、あのあアナちゃんと雪女みたいな感じが日本語にすると一番正しいのかな。そうなるとあんまりかっこよくないんですけどね。で、今回ですね、まあ、あの前回は姉妹の、姉妹の愛と、葛藤、まあ、対立、そして和解、国の繁栄みたいな感じがテーマだったんですけど、今回はですね、まあ、その姉妹にですね新たな困難が待ち構えているというテーマです。あ、当然ネタバレがありますので、これ以上はこれ聞かない方がいいですね。あの、いや、これもう劇場でこれから見るんだって人は聞かないでください。ちょっとリスクヘッジをしておきますね。で、まあ、あの森がありましてですね、ね、こうね、このエルザとアナ姉妹がねこう統治している国の、ね、北にこう森がありまして、そこにまあ、まあ、少数民族がいてですね、アナたちの姉妹のおじいさんの王様がそこに、行ってですね友好関係を結ぶ、その証としてダムを作る。で、そのお祝いの儀式の時に先方が襲いかかってきてですね、まあ乱闘状態になる。それによって4つの勢力が怒り狂ってですね、森は深い霧に閉ざされてしまったと。で、そこから呼んでいる声が聞こえるので、まあ、アナとエルザの姉妹がですねそこに向かうというとこですねからストーリーが始まると。で、
まあこの映画でよくある呼んでる声のところに行くとろくな目に合わないというパターンなんですけども、まあ当然いろんな冒険に巻き込まれるわけですが、この霧に包まれてるエリアって割と広大な森みたいなんですね。でそれがまあ日本風に言うと、あの水木しげるのね作品鬼太郎なんかでも出てきますけど、ブリガドーンというまあそういう異空間ですね、それが覆ってしまうとそのエリアは、まあ、妖怪たちが長老バックする世界になってしまうという、まあ、その設定を思い出しましたね。で、まあ、結局そこに入っていくと、まあ、4つの精霊がエルザに絡んでくるわけですね。水の精霊、火の精霊、地の精霊、そして、水の精霊ですね。で、まあ、風の精霊っていうのはちょっと姿見えないんですね。で水の精霊っては馬になる。でこの水の精霊は馬になるっていうのがね、まあ、あのエルザをね海の上で乗っけて海の上をかけてくれるんですけども、これがねなんかねこう海馬、我々妖怪研究家の中で言われている海のシーホースですね、海馬を連想させましたね。であと火の精霊はですね、ちっちゃいトカゲ、火を吹いてるちっちゃいトカゲなんですね。体全体からブワーッと火を燃やしてる、これなんかで、ね、サラマンダーという火の中でも知らないトカゲがいるという伝説があるんですけども、そのサラマンダーを連想しましたね。で地の精霊はですね、もうすごい巨人なんです。頑丈な体にね、岩みたいな体ですごいパワーを持った巨人が出てくるんですけども、これなんかはですね、まあ北欧が舞台というふうに雪の女王ねは言われてますので、なんかねこれはあのね、例えば北欧神話に出てくる、何だったかな、あれは下の巨人だったかな、だから非常に巨人が出てくるんですけどね。であとはね、水、火でしょ、であ風のゲイルって妖精は姿がなかったのか。でまあこの4つの精霊が最終的になぜその少数民族とアナの祖父の部下たちを森に閉じ込めて出れなくしてしまったのかっていうのはですね、やっぱりこの文明に対する怒りというのをですね、非常に表していたのかなというような感じがしましたね。なんとなくダムを作ったことで、まあ水をせき止めた、これによって、友情の証ということにしてたんですけど、実はですねちょっとアナとエルザのおじいちゃんはですね、それによって少数民族の魔法の力をね押し量って、一体どれぐらい部族の人数がいるのか調べて、で従わせようとしたらしいですね。そのための罠だった、それがダムであった。でこの辺りはですね、なんかこう自然と文明との対立みたいなことを描いてるんじゃないのかなと。で自然を、まあコントロールできると思い込んだ人間がですね、自然をコントロールしようとする、そのために4つの精霊、つまり自然の象徴が怒り狂ってですね、いろんな災いを人々に起こすと。今非常に災害が起こってますよね。その状況を端的に表しているのがこのダムによって4つの精霊が怒り狂って人々を永遠に森に閉じ込めてしまった、そういうところがありますね。でこの少数の部族をですね、まあ人数が多い方のねマジョリティ、大勢の方の部族がこうね侵略する、しかもダムという文明の力を使って、文明をダムを作ってあげるから仲良くしようよと言っといて、実はそのダムが罠で少数部族をまあ統治するための道具であったという、まるで今どっかの国がやってるようなことですね。いろいろ中国もね、アフリカあたりでいろんな開発を、港を作ってあげるとかね、まあアジアアフリカでやってることですよ、ね、あの一帯一路計画みたいな感じで彼がやってますよね。なんか水、港を作ってあげるとかね、水の発掘をしてあげるって言いながら忍び寄って行って港を作ってあげると、その港を
使いたければ高い金をよこせと、で水を飲みたければ金を払って水を買えとかね、本来そのアジアアフリカの国々の地元の人たちのものなのに、まあそんなことを中国がやってると。まあ当然中国だけじゃないですよ、いろんな欧米諸国が今まで散々アジアアフリカを蹂躙してきた、そのことを意味していると思いますけどね。このようにね、少数の民族を多勢に無勢でね、いくら抗っても戦えないと、でそのまあ大多数の方が、文明の力を使って押さえつける。またですね、まあこの少数民族が魔法を使うんですね。で魔法を非常に恐れた文明側のマジョリティの方がですね、まあいろんな圧力をかけてくるわけですけど、これなんかも現代社会におけるいろんな歪みを表していると思いますよね。まあ魔法的なものがけしからんということで、まあ明治以降はですね、日本では陰陽師がですね公的役職から外されですね、欧米では中世ですね、まあ結局に東洋でいう漢方薬みたいなものを作っていた、ね、ハーブなんかを使っていた民間の治療家を魔女として魔女狩りをして殺してしまう。でそれはまあ教会主導の考え方で、さまざまな民間治療をやっていたおばあちゃんたちを魔女、おじいちゃんたちを魔法使いとして、山に追いやり、そして、見つけ次第に火あぶりにしたりして殺してきた。なんか今チーンと言いましたけど、きなこが今敏感に反応してますけどね。まあそんなこんながね、なんか非常に文明社会がですね魔法文化を駆逐してきた。まあ日本では文明開化により陰陽道とかそういったものがないがしろにされてきた事実、欧米においてはですね産業革命以来なんかこう経済活動がばっかり中心、まあそれが中心になっても悪いわけじゃないんですね。でもそれを重要視するあまりですね、割と精神文化とかキリスト教以前にこう広がっていた土着の信仰などを悪魔という烙印を押してですね、魔法使いという烙印をしてどんどん刈り取っていった、こういったここ数百年の人間の過ちというのをアナと雪の女王では非常に端的に表してきたのではないのかなと。で結局ですね、まあネタ話をしますと、ね、エルザとアナこの姉妹の両親はですね、その魔法が使える少数民族と、まあ大多数のマジョリティの、ね、老王の息子が結婚してエルザとアナという2人の娘ができるということだったんですね。つまりこの2人の姉妹によってですね、森と一緒に共生してきた、魔法使いの少数部族がと、まあその町というところで生活してきた大多数の、部族と、まあ、仲直り和平を結ぶという、まあ、エンディングなんですけども、この辺りもですね自然との和解調和、そして最後はですねダムを破壊することによって、まあ密閉された森が解放され、で森の中に残されていた、ね、エルザとアナのおじいちゃんの、ね、側近たちだった兵士たちも解放され、で森の民も解放され、で非常にきれいな青空が取り戻すことができ、まあハッピーエンドということになるんですが、これなんかもですね、まあ大気汚染してる地球上の空ね、中国の空にしてもそうですよ、スモッグがひどいです。まあ日本も来た道だから協力できることがあれば協力はしたいと思ってるんですけども、まあそういったね曇り切った空、まともに人間が呼吸できない空から青空を取り戻す、そしてですね、まあ中国でもありますね、噴射工場みたいな感じで、なんだろうね、
まあいろいろね、共産主義の中でですね、割と東洋医学なんか新旧の技術とか知識体系も焼き払われてしまったりですね、いろいろ、まあ、道教的な史実も焼き払われてしまったみたいな、儒教とかね、そういう非常に貴重な、文書も、焼かれ、それで非常にあの思想家なども穴に埋められて殺されてしまったみたいな、ことがありました。でだからですね、やっぱりこう最後ですね、まあその僕らがねダムに象徴される文明によってですね失ったことはですね、自然との調和、そして、文明とか科学だけではありきれない精神世界のそういったものを取り戻す、そして再び森と和解をして、そしてバランスの取れた世界を作るということをですね、象徴的に話してくれている映画ではなかったのかなと思いますね。で途中ですね、なんかあのなんかね、動物がしゃべる、トナカイがしゃべるシーンがあったりですね、まあ当然エルザの魔法であのね、オラフっていう雪だるまがしゃべるシーンもあります。雪だるまたくさんしゃべってますけどね、ピエール滝さんが恋やってたからどうなるのかなと違った意味で心配はしていたんですけども、非常に違和感なく、これ子供が聞いたらオラフの声が変わったなんていうのは気がつかないぐらいに結構無理なくカバーされてましたよね。まあそれを考えるとなかなかさすがプロだなと、声優さんの技術はやっぱり一流だななんて思いましたけどね。まあそういった目で見ていくとですね、何かこうやっぱり文明と自然の対立、魔法文化と物質文化の対立、そして、自然の怒り、やっぱりここを、ね、10年日本も含めて世界中でもう信じられないような災害が起こってますよね。あれなんかはあの現代の人類の、ね、この精神的荒廃がああいう災害、ひどい災害、ハリケーンとかね、巨大地震とか生んでるっていう考え方もあります。でまた地球そのものが人類をがん細胞とみなして駆逐する準備に入ってるんだという考え方もあるそうです。だからね、やっぱりその地球という環境とですね、どうにかね、和解をしてっていうか、まあ人類が一方的に悪いので僕らが地球にね、もうお詫びをしてですね、そして人類と共存できる、地球を作り上げていくべきなんじゃないのかなと。そしてかつて、まあ、中国共産党の、ね、あの革命によって滅んだ中国の精神世界、まあ、日本の明治維新によって滅ぼされてしまった、まあ、日本はいっぱい残ってる方ですけどね。例えば新旧でも針とかね、あのそういった考え方でも日本に資料がいっぱいあるらしいんですよ。中国に古い針の研究所は残ってなくて、むしろ日本に来て勉強してるって話が聞きますよね。むしろ日本は残ってる方なんですけども、やっぱり文明開化により随分滅ぼされた、まあそれはまあ太平洋戦争に敗れた後もですね、再び科学と言い放つ、科学は全てというような非常にね、なんか残念な考え方のね、某教授などが増えましてですね、いろんなものが滅ぼされてきたと。で科学はいいけども、そういった精神世界もいいというふうに考え方を変えていかないといけないですよね。ねヨーロッパもね、やっぱり教会が自らが発展するために教会によって駆られてしまったさまざまな、西洋漢方というんですかね、そういう薬草の技術とかですね、あの民間療法みたいなものをもう一回復興させ、もう一度そういった技術を取り戻す努力をしてもらいたいかなと。なんとなくなんかこうこの映画はですね、やっぱここね数百年の人類の過ちを総括しているような映画ではなかったのかなと思ってます。
ちなみにあのエルザとアナの兄弟にはですね、まあ、当然お母さんお父さんいるんですけど、あのナンパして死んだことになってます。海でナンパして ね、ただあのねナンパした船が、ちょっと森の北側で見つかってですね、いろいろエルザとアナが探すシーンがあるんですけど、死んだという致命的な証拠は出てこなかったですね。なんかあのお母さんの字で秘密の文書みたいなのが出てきまして、それでなんか2人の最後を見たみたいなことを姉のエルザが言ってましたけど、僕はねこれアナ雪、まあこのままだと多分シリーズ化するんではないのか、トイストーリーのようにパート4ぐらいまでいくんじゃないかなと思ってるんですが、いずれシリーズが進めばね3、4の段階でお父さんお母さん来るんではないのかなと思っております。あの監督を務めていらっしゃる人の話によるとね、エルザとアナにはですね男の子がいるみたいですね。男の子の弟くんがいるみたいですね。なんかどうやら設定によるとお父さんお母さんナンパした後も生きていて、まあ島に流れ着くと、でそのジャングルで家を作って暮らしていると。それでそこで、生まれたばっかりの弟がいてですね、非常に野生児として暮らしている弟がいるということなので、ひょっとしたらやんちゃな弟が出てくるのではないのかなといった意味でもちょっと期待したいかなと思っております。まあアナと雪の女王2の、まあ、映画表ということで、ビンタロウさん似合わないねなんて意見があるかもしれませんけども、僕はあの割とディズニー映画はよく見てる方で、まあね、あのアニメーションは好きですからね、比較的よく劇場で見るんですが、あのアナ雪は特に好きですね。あのまああの会場で歌いながら見ようっていうのは、ああいうのはちょっと馴染めないですけども、性格上、非常にあのただ単に面白いだけのアニメではなくて、何かそこに文明批判で、あの文明とか近代の価値観で、刈り取ってしまった精神文化、魔法文化喪失への批判、そして、地球環境との和解を促すような映画内容は大変感銘を受けた次第ではありますね。あ、皆さんもですね、ぜひあの見に行ってください。あのテーマという部分では前回より全然深いと思いますね。前回の方が大ヒットしたらしいんですけども、ぜひ皆さんも行ってみてください。何か感じるところがあるんじゃないですかね。あの大月健二さんが見に行かれたらしくてですね、大健さんは、エルザは X メンに加入するべきだみたいなことを言ってましたけど、まあ、確かに動きが X メン的で、うん、エルザある意味最強説というのを、僕は X メンに入ってももう最強レベルの人材ではないのかなと思っておりますけどね。果たしてどうなりますかっていうか、まあ入るわけないだろうというような感じも、ありますけども、僕は大月さんの意見に賛成ですね。非常に優秀な、能力者であるということは事実です。まあ、まあまあキャラクターはですね、あのサラマンダーのモデルになった火の精霊とかですね、北欧神話の巨人がモデルになっている地の精霊とか、海馬がモデルになっている水の精霊、風の精霊のモデルはちょっと分かんなかったですけど、そこら辺の妖怪とかねの元ネタ、妖精の元ネタを、探るのも一つの面白い見方ではないのかなと思っております。ということで、ちょっと観客動員数は苦戦しているみたいですが、アナ雪2もですね、ぜひ皆さん見に行っていただければなかなか面白いんではないのかなと思っております。ぜひ、ね、年末年始は映画に行きましょうということで、僕はねあとスターウォーズとトラさんに行かないといけないので、ターミネーターも行きたいんですよ。ターミネーター、トラさん、スターウォーズ、ちょっと年末年始は映画が忙しくなりますけども、皆さんもぜひ劇場に行っていただければなかなか楽しい体験ができ、そして何か考えるところがねあるのではないのかなと。なかなか子ども向けアニメ、あるいはディズニーアニメといえども、
非常に社会問題を考える秀逸な作品だったと思います。ということで映画評はこれにて終わりです。はい、山口敏太郎のですね、ツイッターもやってます。アットマーク敏太郎でやってますので皆さん、フォローしてください。相互フォロー希望の人は相互フォローを頼むと言ってください。それから、山口敏太郎サイバーアトランティア、この社会の矛盾欺瞞で様々なインチキ、事件の裏側の黒幕、とてもですね普通のメディア、まあ、YouTube でもちょっと言えないような話をですね、危なすぎる話をド直球で放り込んでいますので、メルマガ読んでください。正直言って目が覚めると思います、ね、それこそ悪い魔法にかかっている、悪い魔法使いに我々が騙されているってことがよくわかると思います。全てがフェイクで、全てが金儲けのからくりの一環であったということに気がつくんではないでしょうか。はい、サイバーアトランティア、ぜひぜひ、あのおかげさまでですね、購読者増えております。ですね、330名ぐらいになっておりますので、前回300名を超えたということだったんですけど、まだ増えてます。目指せ500名ということで、どんどん増やしていきたいと思いますので、ね、マグマグ風味でやってますので応援お願いします。はい、そんなこんなで、山口敏太郎のアトラスラジオですね、また次回も聞いてください。空神というファンクラブもやってます。ね、ファンクラブはですね、いろんな能力者10人20人能力者が来ますけど、そのパーティーに参加する権利がもらえます。そして会員証を掲示するだけで、あのファンクラブ、割引500円という全てのライブツアー、まあ、うちの主催だけですよ。他の人が主催でやってて、僕らがうちのタレントが行ってるとかはダメですけど、うちの主催ライブは全て500円割引になっておりますので、皆さんぜひ、来ていただければ幸いかなと思っております。入っていてくださいねといった感じです。まあ、ファンクラブメルマガともどもよろしくお願いいたしますといったとこです。で、年明けの1月にはちょっとオフ会をね、やりたいと思います。どうしてもオフ会でぶっちゃけいろんな話を聞きたいという方もいらっしゃるので、オフ会、まあ、40名ぐらい限定でしょうかね。何かこのライブみたいに70人近くでやるわけにいかないので、まあオフ会も皆さんね、ぜひ期待していただければ、会場等は年内に発表できると思いますので、でこれなどもファンクラブの優先予約にさせていただきますので、空神のファンがライブとかツアーとか、あのオフ会は優先ということをさせていただきますので、あしからずということです。体験談送ってください。 TOKUSHIMA5566 徳島5566 @yahoo.co.jp 不思議体験、宇宙人を見たぞとかですね、未確認生物捕まえましたとかですね、異世界に行ってきました、何でも構いません。なんか蕎麦屋の出前みたいに言ってますけどね、あの異世界、ちょっとこの前に3丁目の異世界行ってきましたみたいな感じでも結構なので、ぜひ皆さん不思議な体験送ってください。おじいちゃんおばあちゃんが不思議なこと言ってたとか、もうちょっとしたことでもいいんですよ。励ましのお便りも待っております。でコメント高評価もお願いします。ぜひこれからも山口敏太郎とタートルカンパニーを応援していただければ嬉しいかなと思います。今後とも力の限り頑張りますので、この山口敏太郎にね、地の底から湧き上がるようなエネルギーで応援を願います。絶対に後に引かなくて、この喧嘩負けるわけにはいかないですから。あ、でも年内5万人いけそうもないな。ちょっと友達にも勧めてくださいね。チャンネル登録5万人いくかなと思ったんですけどね、なんかちょっと及ばずかなと思ってはおります。でも頑張りますのでよろしくお願いいたします。そのあたりですかね。はい、本日の講釈これにて完了といたします。なんで完了って言うんですか、山口さんは。完了と癒着してるんですか、なんてわけわかんないメールもいただきましたけど、違います。終わりって言うと縁起が悪いから
言霊思想を考えている僕としてはですね、今回はこのプロジェクトは完了、次回のアトラスラジオまでね、しばし待ってくださいっていうのはそういうことですよ。本日の講釈はこれにて完了、次回のアトラスラジオまでお待ちください。はい、お耳の恋人、お耳の親友、ワンコのトータン、佐川の友人、そしてガラスの中年、通勤通学休憩夜勤のお供、山口敏太郎でした。それではまた次回お会いしましょう。オカルトは知的エンターテイメントだ、知的なエンターテイメントはオカルティズムだ、山口敏太郎でした。それでは皆さん、またお会いしましょう。もう一度あなたに会いたいな。おっさん同士だと気持ち悪いですね、女性だけに送りましょうね。はい、山口敏太郎でした。またお会いしましょう。